トレバー・バウアー選手の DeNA 入団が発表された時、驚いた人は多いでしょう。なんせ2020年アリーグのサイ・ヤング賞投手で、まだ32歳ですから、びっくりするのも無理はありません。サイトシーイング気分ではないかと心配の声も一部でありましたが、日本人投手も顔負けの熱投を披露。延長戦になっても120球を超えても投げ続ける姿は昭和の投手のようです。こうなると気になってくるのが来季の去就です。 DeNA に残留するのか、豊富な資金を持つソフトバンクや巨人に移籍するのか、それともメジャー復帰なのか。今回はトレバー選手の圧倒努力来季の去就を深掘りします。びっくり、バウアー獲得のからくり。バウアー選手の DeNA 入団が発表されたのは2023年3月14日のこと。日本球界に衝撃が走りました。毎年恒例の順位予想を済ませていた野球評論家は、予想の再考を余儀なくされたでしょう。現役バリバリのサイ・ヤング賞投手が加入したのですから、それも仕方のないことです。年俸は基本給300万ドル、およそ4億3000万円プラス出来高100万ドル、およそ1億4300万円の最大5億7000万円。大物メジャーリーガーの補強に三浦大輔監督は、前例がないこと、ロジャー・クレメンスやランディ・ジョンソンとか、そのようなレベルの現役バリバリが横浜に来る、大きな戦力が加わったと思う、楽しみにしてくださいと興奮気味。バウアー選手は、今シーズンベイスターズでプレーできることになり非常に興奮しています。選手そしてファンの人たちに会いたい気持ちですでに待ち遠しい、横浜の街で会えることを楽しみにしていますとメッセージを寄せました。ではどうしてこんな大物メジャーリーガーが DeNA に入団することになったのでしょう。移籍などについての米国の専門サイトトレードルーマーによると、ドジャースとの契約があと1年残っていて、2023年の年俸はそのドジャースが負担するため、どのチームでも大リーグの最低保証年俸でフリーに獲得できる状況にあったといいます。大リーグの最低保証年俸は72万ドル、およそ9700万円です。要するに2023年の1年間に限ってはドジャースが高額の年俸の肩代わりをしてくれるということ。そのため DeNA がバウアーを獲得できたということです。2019年のオフにバウアーは DeNA の練習施設ドックを訪れ、下見をしていたこともことをスムーズに進ませたかもしれません。バウアー選手は2021年に知人の女性に対するドメスティックバイオレンスの禁止規定違反でメジャーリーグ機構側から324試合という長期の出場停止処分を受けました。その後バウアー選手側の申し立てで194試合に短縮されています。2023年1月にドジャースとの契約が解除されましたが、大リーグでは新たな契約を結ぶ球団は現れませんでした。トレードルーマーは、ヤンキースやメッツ、ツインズ、パドレス、ガーディアンズは他の球団とともにバウアーの獲得には全く興味がないとの報道が出たと報じています。実力は本物なのにメジャー各チームが獲得に尻込みしたのは、このような経緯があったからでしょう。しかし DeNA は独自にこの問題を調査、バウアー本人との面談も行い、問題はクリアしていると判断したといいます。米国のスポーツ専門局 ESPN は、 DeNA を日本のプロ野球12チームの中で1998年に最後の優勝を果たした中堅のチームと紹介し、バウアーは過去に日本でプレーする可能性について興味を示していた。彼のツイッター現 X の紹介文には、日本語でバウアーの名前が記され、2020年に正式に FA になるとバウアーは MLB か NPB の球団どこからのオファーも考慮すると綴っていたと明かしました。つまり水面下で争奪戦になっていたといいます。バウアーと同様、ドメスティックバイオレンスの問題で MLB 機構から75試合の出場停止処分を受けてアストロズを退団となったロベルト・オスナが、2021年のオフに年俸を肩代わりする形でロッテと契約を結んだ例も紹介しています。オスナ選手は2022年オフにソフトバンクに加入しましたが、この成功例が DeNA にとってもバウアーにとっても日本の球団への移籍を決めるにあたりモデルケースになったのです。しかしトレードルーマーは、全世界でメジャーに次いで2番目のリーグと広く見なされている日本のプロ野球で、投げるために海外へ出て多分将来的なメジャーリーグへの復帰を念頭に入れていると思われるという記事も掲載しています。これほど注目を浴びるバウアー選手とは本当のところはどんな人物なのでしょうか。本当の魅力は数字以外の部分、
人間的なところにあります。エピソードを上げれば枚挙にいとまはありませんが、米国でのエピソードをいくつか紹介しましょう。異端児とか問題児とか言われることもありますが、知れば好きになるかもしれません。2019年7月28日日本時間29日のロイヤルズ戦に先発したバウアー選手、2点リードの5回ノーアウト満塁のピンチで連続タイムリーを浴び同点にされます。なおもワンアウト満塁からセンター前ヒットで2点を失い勝ち越され KO となりました。インディアンスのフランコーナ監督が投手の交代を告げるためにベンチを出ると、バウアー選手は不甲斐ない自分に怒りが爆発したのか、持っていたボールをバックスクリーン方向に大遠投したのです。この八つ当たりに MLB の公式サイトは、降板前にバウアーが外野フェンス方向にボールを投げつけるとの見出しで、バウアー選手の行為を動画を添えて伝えました。試合後、バウアー選手は自らの失態を詫び、チームメイト、球団、コーチ、ファンに謝罪します。子供みたいなプロらしくない行為でした。誰にも怪我がなくてよかったですと平謝り、二度とこのようなことはしませんと反省していました。日本でも似たような事件がありました。1998年、巨人のバルビーノ・ガルベス選手は審判の判定に不満を募らせ降板して、ベンチに戻る途中に審判に向かってボールを投げつける暴挙。幸いボールは審判には当たらなかったものの、一つ間違えれば大怪我につながる危険な行為でした。ガルベス選手に比べればバウアー選手は少しマシでしょうか。2021年にドジャースに移籍したバウアー選手、今度は固め投法を披露しました。3月のパドレスとのオープン戦に先発し、3回を2安打無失点に抑えましたが、それよりも注目を浴びたのが固めを閉じてピンチを切り抜けたことです。初回2アウト2、3塁でキム・ハソン選手を打席に迎えると、固めで三振に切って取ったのです。バウアー選手は、彼らが固めの僕から点を取ることができないなら、両目の僕から点を取ることは難しくなるだろう、ちょっと楽しんでみただけさと試合後にコメント。自分自身を落ち着かない状況に持っていき、それを解決する方法を探そうとするのが好きなんだと理由を説明しています。そしてバウアー選手は日本でも1週間固めで野球をプレーしたと自身の YouTube チャンネルで説明、7月1日の中日戦でも固め投球を行っていたといいます。日本でも披露していますが、打者を三振に切って取った時、マウンドで刀を鞘に収めるような動きのパフォーマンス、通称ソードセレブレーションも行っています。以上のように問題行動があるバウアー選手ですが、本当に性格が悪いわけではなく、陰湿さも感じさせません。アンチも多いでしょうが、それ以上にファンもたくさんいる。それがバウアー選手なのです。米国時代のバウアー選手のエピソードを紹介しましたが、日本でも様々な奇想天外な行動をとっています。2023年バウアー伝説。 DeNA 入団会見が3月24日に横浜市内で行われ、バウアー選手はストレートの平均球速96マイル、200奪三振という個人の目標を持ちつつ、一番大切にしたいのはチームの勝利、そして優勝を目指して共に戦いたいと思いますと主将なコメント。背番号96は平均球速96マイルを目指すことから来ているとのことです。4月1日2日は横須賀スタジアムで即席のサイン会を開催します。自身のツイッター現 X で発表したのですが、急だったのにもかかわらず100人以上が詰めかける盛況ぶり。2日目は先着200人の整理券を確保するため、昼12時開始のサイン会に前日21時から並ぶファンもいたといいます。ファンサービスには定評のあるバウアー選手の一端が見て取れる2日間でした。初の実戦形式での打撃練習での登板で最速151キロをマークしたバウアー選手、4月16日に横須賀スタジアムで行われたイースタンリーグの西武戦に来日初登板を果たしました。4回を4安打無失点に抑え最速154キロを計測。球場には多くのファンが押しかけ、早くもバウアーフィーバーの予感が漂っています。 DeNA は SNS を通じ、バウアー選手が三振を奪った時に行うソードセレブレーションをファンもするよう呼びかけます。これに対し DeNA の守護神山崎康晃選手が、公式が煽るなアホチン、ノーリスペクト、もっと違うやり方があるとリプライしたから、さあ大変。しかもそれがバウアーがチームメイトに批判されるというニュアンスでアメリカに伝わってしまいました。山崎選手の怒りの矛先はバウアー選手というよりは球団に対してのものでしたが、アメリカではあのバウアーがまたしでかしたと受け止められてしまったようです。すった問題ありましたが、5月3日バウアー選手がいよいよそのベールを脱ぎました。横浜スタジアムでの広島戦に先発し、2回にレッズ時代の同僚だったマット・デビッドソン選手に先制弾を浴びますが、その後は無失点で切り抜けます。7回98球を投げ7安打1失点で日本初登板初勝利、
黒船が来襲したのです。5月9日の巨人戦は7失点、16日の広島戦も7失点で連敗しますが、ここから調子を上げていきます。6月3日の西武戦から4試合に先発し4勝、実力を発揮し始めました。6月25日の阪神との首位攻防3連戦の3戦目で先発したバウアー選手は7回途中まで3失点で5勝目を挙げました。阪神を3立てし首位に返り咲き、気分を良くしてお立ち台に立つと、ハッシュタグ横浜優勝とバウアー選手らしい大絶叫、 DeNA ファンを喜ばせました。しかし7月1日の中日戦では事件が起きます。6回2アウト1・2塁から岡林勇希選手が放ったセンターに抜けそうな打球を牧秀悟選手がキャッチ、三塁へ走り強殺プレーになりますがオールセーフに。ホームベース付近にいたバウアー選手は何度も吠えて激怒します。試合後バウアー選手は、誰かに対して腹が立ったわけではない、強いて言うなら自分自身に対してだと語ったといいます。感情を抑えきれずブチギレしたように見えますが、やるべきことをやっている選手が感情をあらわにすると周りの選手は何かを感じます。厳しい姿勢がチームに好影響をもたらすという意見が多い行為でした。やるときはやるバウアー選手。7月3日のヤクルト戦では128球2失点完投で6勝目を挙げました。闘志あふれる投球に横浜 OB で大魔神こと佐々木和弘氏は、いやいやありえないですよと興奮、バウアーは野球に対して一生懸命と称えています。プラスワンで出場となったオールスターでは7月20日の第2戦に登板、前代未聞の球種予告投球を敢行します。日本ハムの万波中正選手に一発を浴びますが、救援でもバウアー劇場を展開しました。両親の前で延長10回123球で完投したのが8月4日の広島戦です。6月14日の日本ハム戦でも113球で完投勝利を挙げていますが、この日は両親が観戦、幼い頃投球動作の解析を手伝ってくれたという父親のウォーレンさんに感謝の意を込めた熱投です。驚くべきは次の試合です。123球を投げた後にもかかわらず、中5日で9日の中日戦に先発すると7回108球で4安打無失点の投球、8勝目を飾り無尽蔵のスタミナを披露しました。これにはプロ野球 OB たちも昭和世代を中心に絶賛の嵐です。堀内恒雄氏は、日本のピッチャーよ、目を覚ませと訴えかけられているような気分になるよとベタ褒め、彼はメジャーじゃない、昭和から来たんだよと絶賛したのは江本明則氏。これこそ最高の褒め言葉です。プレーだけではありません。6月9日のオリックス戦に先発して3勝目をマークすると、11日の試合を京セラドーム大阪で生観戦、その様子を自身の YouTube チャンネルで公開しました。現役の選手が自分でチケットを買って座席に座り、球場のグルメも堪能、しかしファンにすぐ気づかれ注目を浴びてしまいましたが、十分楽しんだようでした。難しいメジャー復帰、日本ならこの球団、こんなに日本の生活をエンジョイしているバウアー選手ですが、2024年シーズンはどのチームのユニフォームを着てプレーするのでしょうか。シーズン後のビジョンを問われたバウアー選手は、一番は今シーズンをどのように終えるかが大事、ビジネスや家族のこともあるんで今の時点で予測するのはなかなか難しい、来季以降も日本にいるかもしれないし、アメリカや韓国、メキシコにいるかもしれない、そういうオープンな考えでいるよと答えています。自由奔放なバウアー選手ですから、どこで野球をやろうと環境にアジャストして、その土地その国の文化を吸収するのではないかと思います。問題になるのは年俸でしょうか。今季のバウアー選手の年俸は300万ドルプラス出来高です。ただドジャースとの3年契約の最終年でメジャーの40人のロースターから外れたため、メジャーでの年俸2250万ドル、およそ32億円はドジャースがほぼ負担しています。それを考慮すればメジャー復帰が現実的なチョイスです。しかしメジャーの大半のチームはバウアー選手獲得に慎重と言います。選手としての能力は抜群ですが、またトラブルが明るみに出ると編成担当の責任問題になることは必至、ファンからの理解を得られるかという問題もあります。アメリカは女性への暴力に対しては厳しい姿勢を求められます。獲得に動いただけでも批判を受ける可能性もあるくらいです。大幅な減俸は免れませんが、本人が望むなら来シーズンも日本でプレーする可能性は十分あります。シーズンをフルに稼働すれば15勝をクリアする力はありますから、資金力のある球団なら10億円を提示してもおかしくないでしょう。マネーゲームになれば巨人、ソフトバンクが有力候補です。バウアー選手が金銭よりも環境を重視するなら DeNA の目もあるでしょう。ただ金銭面での勝負となると厳しくなります。
NPB での最高年俸は田中将大選手がヤンキースから8年ぶりに楽天に復帰した時の2年契約で年俸9億円プラス出来高と言われています。バウアー選手が来シーズン日本でプレーするならこの年俸を更新するかもしれません。ファンのみならず野球関係者のハートをがっちり掴んだバウアー選手、かつて流行した海外テレビドラマ24の主人公ジャック・バウアーは不死身の男でした。トレバー・バウアーもエネルギッシュに野球人生を生きていくでしょう。